倉林明子君。日本共産党の倉林明子です。2015年の5月に不正アクセスによる情報流出事件が発覚したと、先ほどもご紹介あったとおり、厚生労働大臣の業務改善命令を受けて、機構が、日本年金機構再生プロジェクトを策定した、今年最終年、来年度が最終年度ということに当たるわけです。再生プロジェクトのこの最終点の取り組み課題、一番が年金業務の抜本改革ということになっていたはずであります。正確な年金給付業務、これは受給者のみならずですね、国民の信頼の原点だと、これ言うまでもないことだと思います。ところがその後もですね、ずっと議論ありますけれども、残念ながら信頼を裏切るような誤りっていうのは繰り返されているわけですね。私極めてやっぱ事態は深刻だというふうに受け止めております。今回ですね、年金から所得税を過剰に徴収していたというもので、あってはならないことであります。改めて確認をさせていただきたいんですけれども、2月の年金給付が過剰徴収によって減額された可能性のある人、何人になっていたのか、そして影響額はどれだけあったのか、お答えください。水島理事長。扶養親族等申告書の入力誤り、または入力漏れによります、2月の年金支払いにおいて、源泉徴収税額が本来より多かったことで、年金額が少なくなっていた方でございますが、合計で10万4千人でございます。その額は20.1億円でございます。黒林明子君。それは業者のミスのことでしょ。それ以外含めて1回も提出できてないという方もいらっしゃるわけだから、その規模たるや大きなものあると思うんですね。確かにこれ全体で見ればですね、150万人ぐらいになるんじゃないかと思うんです、2月時点ということで見ると。はい、平均すればね、2.5 万円っていうのもありますので、2月時点ではね、37億円ぐらいの過剰徴収がされていたんじゃないかと思えるわけです。これだけの過剰徴収をやったと、こういう事案っていうのは、振替加算の問題もありましたけれども、こういう入力漏れ、同様の事案で過去に例がありますでしょうか。水島理事長。いわゆるそのパンチミス、今回と同じものではございませんが、システムの委託業者がテープをかけ漏れをしたという事例がございます。それは平成24年2月に公表いたしておりますが、対象者は71,984件、影響金額は17億円でございます。倉林明子君。これも外部委託によってですね、起こった事案なんですよね。これは速やかに対応ができたということで、4月でほぼ解決ができた事案ではあった。しかし今回っていうのははるかに影響も大きいし、重大なのは先ほど来指摘あるように、情報流出の危険っていうのが、これまだ不安は払拭されてないという問題だと思うわけです。この、過剰徴収について言えばですね、3月の支払いで解消できたっていうのは、いまだ7万8000人にとどまっております。で、4月でこれか、控除、年金控除されるということで見ますと、70.5万人、申告書が一度も提出されていない、つまり年金の基礎控除されていないという方は、前回は確認しましたけれども、72.8万人、いまだいらっしゃるわけですね。こういう方々を見てみますと、本来受け取れるはずの額よりも少ない年金っていうのが、4月の時点でも受け取るっていうことになるわけですよね。数ヶ月にわたって、本来よりも少ない年金を受け取らざるを得ないっていう方々が大量に残る、大臣、どう思いますか。加藤大臣。
まあ、委員ご承知のように、日本年金機構が所得税法の規定に基づき、所得税等源泉徴収した上で年金のお支払いをしていると。で、その源泉徴収税額を算定するためには、扶養親族等申告書の提出、これが前提になってくるわけであります。で、この平成30年分の扶養親族申告書については、まあ、税制改正等に伴い、まあ、様式の変更、まあ、特にマイナンバーの記入等が求められていた。それまではハガキ等でですね、前年と一緒だったら前年一緒でいいですよというチェックだけすれば済むと、まあ、いったものと比べるとですね、かなり難しい内容になっていたというところであります。まあ、そうしたこともあって、扶養親族等申告書の現時点での提出のない方が、まあ、例年よりもですね、多数まあおられるという、これは現実をしっかり我々は受け止めなければいけないと思っております。そしてこの問題に対応するために、4月下旬に申告書の様式をもう一回見直しをさせていただきまして、また改めて手紙もそれに盛り込みまして、送付をするということにしております。で、具体的には、まあ、提出するだけで税率が 5.105% になりますと、まあ、いうような旨をお記載をした、まあ、そうした分かりやすい一枚紙を、まあ、同封するということと、それから先ほど申し上げました、マイナンバーについても、まあ、記入欄を設けないということで、様式を簡素化するということを考えております。まあ、ということを含めてですね、今、72.8 万人のお話がありましたけれども、まあ、一人でも多くの方にですね、この申告書を提出をしていただいて、そしてそれに基づく源泉徴収額が算定され、そして年金額が支払えるように努力をしていきたいと思っております。倉林明子君。私、一番大事だなと思っているのは、本来、正確な正しい年金が受け取れるはずの人に、少ない額でしか数ヶ月にわたって年金給付できないということに、私は大臣としてもね、痛みを感じていただかないといかんの違うかと思って、質問したんですよ。その思いはどうですか。加藤大臣。一つは委員のご指摘の中にあるこの仕組みの問題もあるんだと思います。基本的にこの扶養親族申告書の提出をいただくことが、まあ、簡単に言えば 5% の税率が適用される、まあ、そうでなければ 10% になっていると、まあ、これは税制法上の仕組みになっているわけであります。まあ、それを前提とした上で、まあ、それに多くの方々がですね、対応できるようにしていくというのは、これは私たちの仕事、もちろん機構を含めた仕事だと思っておりますので、まあ、そういった面において、今回十分、特にこうした制度改正に伴って申告書の中身、あるいはその様式がかなり複雑化していたということで、それに対して十分な対応ができていなかったということ、これはしっかり反省をし、まず当面、分かりやすいものに変更し、また先ほど申し上げたような注意書きをつけたような手紙も同封してですね、一人でも多くの方に提出していただき、そしてそれによって、いわば 5% が適用していただける、まあ、こういう状況を作っていきたいと、こう思っております。倉林明子君。まあ、年金機構の、要はこういう委託業者によって起こったミスじゃないと、申告の提出ができてないという方々に対してもね、やっぱり申し訳なかったっていうことでの対応っていうのが、迅速な対応っていうのが私は求められるっていうことを重ねて申し上げたい。それからもっと先に聞こうと思っていたマイナンバーについてですね、言及ありましたので、ちょっと答弁を確認させていただきたいと思うんですね。これは混乱、受け取った申告書を受け取った受給者のところでの混乱の大きな要素になったのが、これマイナンバーを一緒に記入するということが加わったっていうのがあったわけですね。先ほどの大臣の答弁は、新しい分かりやすい申告書にはマイナンバーの記載は求めないという理解でよろしいんでしょうか。加藤大臣。前を送らせていただいた申告書にはマイナンバーを書いてくれという欄がありました。で、今回はそれを入れずに、しかし適用欄というところがございますので、そのマイナンバーを申告していただく方についてはそこにお名前を書いてくださいということであります。ただそこにマイナンバーが書かれていないからといって、扶養申告書がですね、そのなんて言いますかね、申告書として十分でないということにはならないと。要するにそれでも私たちが機構においては届け出として受け入れますと、こういうことであります。
倉林明子君。まあ、欄は作るんだけれども、書かなくてもいいという周知まできちんと徹底する、こういう理解でよろしいですか。加藤大臣。正確に言えば、欄は作っておりません、欄ってそのマイナンバーを書く欄は作っておりませんから、そこに欄がないわけですから、欄は書くことができません。まあ、ただし、マイナンバーを登録していただく場合には、適用欄という、まあ、その他いろいろ書いていただく欄があるんで、まあ、そこに書いていただけると、その追加的に書いていただける方は書いてください、こういうことであります。倉林明子君。書かんでもええということをきっちり周知する、間違いないですか。加藤大臣。書かなくても、よろしいでしょうか。書かなくてもいいということというよりも、今回の改正では、ま、いや、マイナンバーもということになっていますから、書かなくてもよいというところまでは、なかなか踏み込みにくいと思いますが、ただ、書きなさいと言って、欄を前回は設けさせていただきましたが、今回はそういう欄を設けていないということであります。倉林明子君。混乱のないようにですね、本当に丁寧にそこら辺は窓口での対応ね、きっちりできているような衆議院で答弁あったけれども、まだまだ不十分ですので、変えてこいって言って返している部分も聞いておりますのでね、そこはね、きっちり周知徹底していただきたい。現場での今の申告書で返ってくる分についても、対応方はよろしくお願いしたいと思います。そこで、未提出の人々の中にはですね、一旦提出いただいた、しかし、出し直しの必要があるとして、お返ししている分がありますね。で、こういう方々が 18.3 万人おられます、これらの人に対しては、実は4月の支払い分で、本人分のみ控除の扱いというね、緊急的な措置を取ってるんです。私、これ、いいことだと思うんですね。しかしですよ。所得税法上、申告書は未提出という扱いになるんじゃないかと思うんです、これらの人々は。にもかかわらず、本人分の控除をなぜできるんでしょうか、説明してください。高橋審議官。扶養親族等申告書の提出があった場合とない場合、ご指摘のように所得税法で具体的に計算式が定められてございます。でこれまでは記載内容が不備のため返礼した後再提出されていない場合には申告書の提出がない場合に該当すると解釈して、まあ 10% の適用としてきたわけでございます。しかしながら今般の事態を踏まえまして年金受給者の立場に立って業務を行うとこういう観点から法律の規定をどう解釈できるかということを、再検討いたしまして今後返礼後未提出の場合であっても、まあ、その場合でも1回はですねお出しいただいたという事実があるわけでございますから所得税法上の申告書を提出した居住者に該当するものといたしまして本人分控除分を適用するとともに税率 5% を適用するということとしてございます。倉林明子君。そういう踏み込んだ対応が年金機構だけじゃない税制改正の影響あってこういうことになってるわけだから政府としてねしっかり踏み込んだ対応っていうのは必要だと思うんですよ。一度も提出ないっていう年金受給者にその未提出の責任を負わせていいのかとそれも年金減額という対応でですよそれはねやっぱりないやろうと思うわけです。税制改正した政府そして高齢者の実態これを無視したような不親切な申告書を送ったのは誰かと、その根拠はどこかと、その責任を考えるならば、私はね、未提出だからといって、年金受給者なんですから、はっきりしてるんですから、5% 控除っていうのをやるべきじゃないかと思います。どうですか。加藤大臣。先ほど申し上げたその所得税法の規定というのがございますので、まあ、それでは少なくとも提出一度も申告書を提出していない方については、扶養親族等申告書を提出した居住者として 5.105% の税率を適用するということ、これはまあ法律の規定上、
これはできないということに、いや、それは分かってご質問されているのは分かってますが、ということになっておりますから、その法律をですね、乗り越えてやるということは、これは行政府としてできないことは、ご理解いただきたいと思いますが、ただ、今お話がありました、今ご指摘ありましたように、じゃあ提出未提出をどう判断するのかというところについてはですね、今回、多分税務当局ともいろいろ調整をした上でですね、これは提出として見直すことができるんではないかとかですね、それから先ほど申し上げた、より提出していただきやすい環境をどう作っていくのか、それらに含めて、それらについては、私たちも機構を含めてですね、しっかり努力をさせていただきたいと思います。倉林明子君。私はね、信頼回復の大きなね、努力が見える部分でもあると思うんですよ、ここは。税制改正しなかったらこんなことになってないんですよ、ね、そういうことも含めて政府全体として今回の措置という臨時的な対応であっても踏み込んでやっぱり、提出できていない方々に対する責任ある対応、5月にはその判断すれば支払いできるわけですから、やるべきだということを重ねて求めておきたいと思います。そこで先ほど来議論があります情報の再委託の問題、これ外部委託の問題をやっぱり本当に考え直すときに来てるというふうに思うわけです。受給者 の個人情報、まあ、マイナンバーも含めてという今回になったんだけれども、そういう重要な個人情報を外部委託するということでこのまま進めていいのかどうかと、ここが問われているんじゃないかと思うんですけれども、機構の方はどうお考えでしょうか。水島理事長。基本計画において、積極的に外部委託を行うと定められているということにつきましては、先ほど来ご説明申し上げているとおりでございます。しかし今回の事案を踏まえまして、大臣からも今後業務委託をする場合における事務処理のあり方について見直せよというご指示をいただいております。この具体的な見直しの方向でございますが、機構におきまして現在プロジェクトチームを作って検討を進めておりますが、まず入札前の書面審査の厳格化を行いたいと考えております。次に入札後契約前の履行能力の確認を行った上で契約を締結をするかどうかと、等々について現在、検討を進めているということでございますが、今後こうした検討や個人情報保護の重要性を踏まえまして、しっかりとした体制を構築するべく、検討を適切に行ってまいりたいと考えております。倉林明子君。基本計画なんですよね。やっぱりね、その閣議決定ということで重い枠がかぶっているということを、そこをね、私は見直すべきだというふうに思っております。結果として今回の事案で委託業者のご入力入力漏れ、まあ、およそ数百万人分ぐらいが現場の職員が、機構職員がこれやってるんですよね。で、職員に対して私は極めて過重な負担をかぶせた、こういうことになったんだろうと思うんです。その責任についてはどうお感じですか、端的に。水島理事長。機構の職員に対して、このような作業業務を行わせたということについては極めて重い責任を感じております。テレビ会議等で事情を説明をいたしまして、協力を依頼いたしましたが、大変、職員からは協力について、まあ、積極的にと申しますか、協力をしてくれているという状況でございます。職員には心から感謝をしているところでございます。倉林明子君。現場でね、こういうことがあると窓口で怒られるのが職員なんですよね。そういう意味で言うと本当に職員に対する責任、今回の事案というのは大きいなというふうに改めて言わなくちゃいけないと思うんです。そこでね、理事長の思いというのがよくわかるなというインタビューを私見つけまして、去年の4月ネットの雑誌だったかと思うんですけれども、そこでこんなふうにおっしゃってるんですね。4年前の着任時のお話で、忘れもしないのが労働組合の委員長が
誇りの持てる職場にしたいという言葉だという紹介です。年金制度を運営執行する機構の仕事はそもそも社会に必要な仕事です。その仕事に誇りが持てないということはありえないのです。職員が誇りを持てないと感じているのであれば、それはこの国にとって大変不幸なことですと、私もね、その通りだなと思って読ませていただきました。で、誇りを持って働ける職員処遇に私はなってるんだろうかと、そこで指摘したいのは、有期雇用である特定業務契約職員、今相当数になっております。これ指摘したことあるんですけれども、時間給はね、相変わらず最低賃金に張り付くような賃金ですよ。で、ようやく賞与の見直しが一部始まるということで歓迎しますけれども、昇給はないわ、退職手当はないと。さらに4回有期雇用の契約を毎年度更新していくと5年目で契約終了ということが原則となっております。今年も3月末で契約終了という有期雇用職員が発生していると思います。何人おられますか。水島理事長。本年度末で契約期限上限となる有期雇用職員は全体で1356名でございますが、そのうち8名が正規に登用されまして、また無期転換職員への転換が235名ございます。この方々を除く1113人が今回、期限を迎える方ということになります。ちょっと内訳だけ申し上げますと、応募資格を、この中で無期転換試験の応募資格を有していない方が258人、無期転換を希望しなかった方は174人、受験者が採用に至らなかった方は268人、受給資格の短縮にかかる業務終了によって退職になる方が413人ということでございます。本年度から、来年度からでございますが、賞与等、あるいは専門職制度の創設等ですね、無期化を進める中で、有期雇用職員、無期化職員の処遇の改善、あるいは処遇の改善に努めてまいりたいというふうに考えております。はい、倉林明子君。無期転換でも雇用をかなりやって頑張ってるんだっていうお話だと思うんだけれども、今度労働契約法が改正されたもとで無期転換権が発生する、新たに発生するんですよ。で、これ試験してたらええっちゅうもんじゃないんですね。5年目でこう無期転換権が無条件に発生するわけですよね。これまで通りにこういう試験をしているから良いという雇用ではなくなってるはずなんですよ。ね、無条件で発生する労働契約の趣旨に反するということが、今お話を聞いている限りだと268人発生するということになるんじゃないかと思う。これは独立行政法人、厚生労働省の下での独立行政労働法人として労基法の趣旨に反するような雇用っていうのは、私はこれ見直す必要があるというふうに思います。経験積んだ、この無期雇用の職員っていうのがいかに大事な戦力になっているかっていうのは理事長一番知ってると思うんですよね。で、低すぎる処遇、それでも働き続けよう、ね、こういう人たちを5年で雇い止めすると、これはあまりの仕打ちだと、気候にとっても不幸なことだと。気候でも改善に向けた努力っていうのは全くないとは言わない、さまざま努力積まれていることは私は率直に評価したいと思います。しかしね、気候の努力には限界がある、それは先ほど園田理事の指摘の中でも答えられていた通り、基本計画、閣議決定された基本計画がこの定員の総数に縛りをかけている、率直におっしゃって理事長おっしゃった通りだと思うんですね。私、この当面の業務に関する基本計画で非正規雇用は3700人だと、この枠を本当に取っ払うっていうことを、この間の不祥事が繰り返し起こっているっていうことの
やっぱりね、見直すべき大きな部分ではないかというふうに思ってるわけです。大臣ね、この当面の業務に関する基本計画っていうのは、当面のがついたまんま機構発足以降全く見直しされていない。この間どんだけ不祥事起こったかと、そのたんびにいろいろ改善試みるんだけれどもうまくいかない、繰り返してるわけですよ。この基本計画閣議決定については本当に見直す、そういう決断するときじゃないかと思います。加藤厚生労働大臣。今お話がありました当面の基本計画というのは日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画として平成20年の7月に閣議決定されたということだと思います。でこれについていろんな意味での議論をした中で、それぞれ正規また、正社員等々についての定員等が盛り込まれているというふうに承知をしておりますが、その中で、機構の非正規職員の定員については3700人と定められております。そしてその枠内で定員を管理する必要があるとでありますが、ただこれはシステム刷新など一連の改革が終了した時点での人員数ということですから、今日この現在において3700ということを言っているわけではないのはご承知のとおりだというふうに思いますので、そこは改革終了するまでの間におけるさまざまなことがありますので、それに対しては柔軟な対応ができる、こういう仕組みだというふうに思います。その上で先ほどはいろいろ議論がありました。またこれからも今回の外部への委託についての議論をしっかり有識者の専門委員会でやっていただくということでございます。そういったことも含めながらですね、しかし他方でやはりしっかり仕事をする必要はあるけれども、そこでかかる経費というのは結果的に保険料やあるいは税金に跳ね返ると、こういう部分もありますから、そこをしっかりですね見極めながら対応していかなければならないというふうに思います。結局ね、3700人ってゴールで縛りかけてるっていうところを外さないと、次終了時刻が来てますので、外さないとダメだということを重ねて強調して、柔軟な上にも柔軟な運用を求めて終わります。